皆様こんにちは、カオデビでございます。本日は先日行ってきた全米日系人博物館についてご紹介したいと思います。ここの日系人博物館はですね、文献や映像など日系アメリカ人に関する全米最大のコレクションを持っているという大きな博物館になっています。リトル東京にありまして、火曜日から日曜日11時から5時まで開いております。木曜日は12時から8時まで開いてますね。そしてなんとですね、毎週木曜日の5時から8時と第3木曜日は無料になってます。で、私14年前ぐらいにこの無料の第3木曜日に行ったなっていう記憶があります。すごくね、ゆっくりゆっくりね見た方がいい場所なので、ちょっと時間がある時にもし行ける方がいたら、行ったことがない場合はね、ぜひぜひ行ってもらいたいなという場所になってますので、ちょっとそちらをご紹介したいと思います。リトル東京にあるジャパニーズアメリカンナショナルミュージアムです。日系人の、ね、歴史を、ね、全部こう見れるんですけど、ここ14年前ぐらいかな、1回来たことがあって、私その時にすごい衝撃を受けたんですね。感動しました。それで今日は久々にここにまた家族で来れることになりました。私日本とアメリカでね、国際結婚をしてますけども、みんなにねちょっとでもこの日系人の歴史だったりとか、あとまあ戦争のね悲惨さとかをね学べる機会になったらいいなと思って来ました。サンノゼにもこんな感じのミュージアムがあるんですけど、ここはリトル東京のすごい大きなところになります。行ってみたいと思います。それでは中に入っていきたいと思います。こちらのね博物館はですね、 iOS のアプリを取り込んでいただいたら音声ガイドもついてくるそうなので、そちらダウンロードしたらめっちゃ便利かなと思いました。そして10名以上のグループを対象にボランティアで、日本語でのね案内もしてくれるっていうのでね、すっごい便利ですよね。それでは中に入っていきたいと思います。で、コモングラウンドコミュニティの心っていう展示物から始まるんですけれども、ここはですね1868年、153名の日本人がハワイへ夢を抱いて渡ってきたところからスタートします。で、この153名はですね、サトウキビ畑などのプランテーションなんかで働き始めるんですね。そして1900年頃には年間1万人の日本人がアメリカへ渡ってくるんですね。で、それがもう日系人の始まりと。で、そのほとんどがですね、農村だったり小さな村からやってきた次男以降ですね、長男はね後継ぎやいうね時代ですよね。だからね、次男以降のね方々がね渡ってきたんですね。で、農業をして、で、農業がもう絶対できへんやろって言われてる場所で、やっぱ日本人ってほんまね、このね博物館行ってもねよくわかるんですけどね、工夫がすごいんですよ。何でも工夫していこうって言って、もうないところからねいろんなことを作り上げてきて、ほんでサンノゼの博物館にはあるんですけど、農業のなんか工具みたいなものとか、あんな耕すやつみたいな、あんなもね全部ね手作りでやったりするんですよ。ほんまにねすごい、もう頭も偉いし手も器用やし、すごいんですよね。そんな日本人がですね、農業できひんやろういうところからね、果物や野菜を、花なんかを栽培していくと。ですが、この第二次世界大戦が始まって、ここに今あるように日系人収容所にみんな入れられちゃうんですね。で、ハワイの方はですね、日系人がほとんどだったので、一部の人しか収容所に入ってなかったそうです。でも本当にちょっとの期間の間に荷物をまとめて、でも家の中の家財道具全部安く叩き売りみたいな感じにされて、そしてペットを飼ってた人はね、ペット一緒に行かれへんでしょ。だからね、もう本当にね悲しい思いでね収容所に入っていったんですよね。ユリコーチヤマさんの本の中で読んだことがあるんですけども、ペットを飼ってた人がですね、収容所に入ってる間、他の家族にペットを見てもらえることができた人がいて、そういう方はですね、たまにねワンちゃんがね収容所に会いに来てくれる時あって、その時は塀越しにワンちゃんと会うんですけど、そのワンちゃんがねキュン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 泣きながら尻尾をねちぎれそうなぐらい振ってる姿が見てて心が苦しかったと書いてありましたね。そしてこちらの鳥のピンなんですけども、収容所で流行ってた娯楽の一つで、廃材を使ってこんな風に可愛らしい鳥のピンを作ってたっていうんですよ。鳥のねブローチ以外にもですね、日系人の方は限られた環境の中でいろんなアートやクラフトを作っていました。その写真をね集めた本をね2冊買いましたので、後日皆さんにゆっくりとご紹介できたらなと思います。いろんなことをね考えさせられたっていうか、なんかなるほどなとね
自分の中で腑に落ちたとこもいっぱいあったので、後日ちょっとゆっくり話したいなと思います。そしてね、哲夫さんが何よりね、日系人の歴史もね興味あるんですよね。で、日本の文化だったりとか、もう歴史ね興味ある方なので、なんか良かったなと思いましたね、この方と結婚して、うん、やっぱりね、日本ってどこやねんっていうねパートナーの方もいますからね、うん、日本に全く興味ない人もいますから、彼は本当にねすごいね、終始ね真剣に見てらっしゃいましたね。というわけで、興味のある方はぜひ行ってみてください。素晴らしい場所です。はい、こちらはロサンゼルスにあるグリフィス天文台に行ってまいりました。夜景がめちゃ綺麗ということでも有名ですけども、こちらからですねハリウッドのサインも見れますという場所でございますけども、こちら入り口でですねワクチン接種をしたという証明を見せるのと、あと ID カードを見せるようになってます。子供はいりません、基本的に無料なんですけども、プラネタリウムとか見るのにお金がかかります。で、プラネタリウムも時間がありますので、この時間しかやってないっていう感じなので、まああんまりプラネタリウム見ないで、無料のところを見て、あと屋上とか、屋上っていうのかな、この上のとこ登ってあの風景を見るっていうことが多いかなと思われます。はい、ここでね、まずははい見せてくださいということですね、ワクチン接種をね。で、そしてこれなんか覗いてるけどなんかよくわからへんっていう感じで、でもね、なんかいいじゃないですか、夏休みの子供のね、なんか自由研究だよと言わんばかりのね映像じゃないですか。で、子供ってやっぱ覗くの好きですよね、こういうの、望遠鏡だったりとか。だからね、もうね、最近はやっぱりね年頃になってきてますので、行きたくないなんてね文句ブー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 言ってた割にね、この男の子の方のジン君ですけども覗いてますよ。やっぱこういうのにね興味があるんですよね。はい、また覗いてますよ。もう覗くことしかも楽しみないみたいな感じでね、覗いたところであんま何も見えないんですけど覗いてますよ。この足見てくださいよ、いい感じですよね、足の格好見てください。可愛いですよね。はい、また覗いてますよ。大概覗くからもう覗くことしかないねんからね、大概天文台を、天文科学館を覗くしかない。もう星を覗いたりなんか、はい、風景綺麗、こんな感じで綺麗だか何なんだかわからないですけど風景綺麗ですよ。はい、ここでみんなであの家族写真イエーイとか撮ってもいいんじゃないでしょうか。はい、何を写したいのかわからないですけど、はい、ほら見えるでしょ、遠くにハリウッドサイン、これがハリウッドサインですよ。そして山々のね綺麗な場所なんですけども、駐車場が大変、その一番上のところにここにね駐車場あるんですけど、その行きすがらの道のところ路駐もできるんですよ。で、その時にチケット買わなあかんねんけど、そのチケットの、あの買う機械がぶっ壊れてるっていうね、何個もぶっ壊れてるって現象で最悪でした。でもね、下の方行ってやっと見つかって、1時間10ドルとかで結構しますけど、はい、そんな感じで、ちょっと駐車場困るよっていう感じです。